この時期お鍋に入れたい白菜、甘いのを選ぶとしたらこの中のどれ？色、形、大きさ、何に注目する？より甘い白菜は C。 白菜って日に当たると葉っぱが緑色になるんですね。はい、こちらのように緑色のものはしっかり日に当たっているようなので、逆にこちらは日に当たった葉っぱを外側にあってそれを取ったものなので、中の白くて柔らかくて甘い部分、このように見た目で同じぐらいの大きさとか、こちらのように大きいものだった場合はやっぱり白い方が甘い部分が多いんですね。そういうとこ。じゃあこんな白菜古くなってるなんて思ってませんか？こういうふうに一見古くなっているように見えますが、これは霜枯れといって寒さから来るものなんです。はい、白菜も寒ければ寒いほど甘みが増すので、甘すぎすればいいんです。でも古いんじゃないのこれ、はい、さらによくあるこんな斑点、これって傷んでるわけじゃない？ダメなやつかと思った。あれ実はポリフェノールなんです。実は豊富な栄養なんだそうですよ。知ってました？